在の言われてて今わーってやってるところと同じぐらいか。部屋さんとかが今20個ぐらいなのかな。あーとかレイクレカーそのあたりか、そのあたりかな、うん、っていうことなんで、そう考えてみると、あそんなことからやってたんやなとこうふと思いましたね、うん。だって元も子もないことを言うと、東日本大震災の毎回やってますからね、うち。そう考えるとすごいですよね。ちょうどこの前ヒカルさんがね、あの福島に行くっていう動画アップロードしてましたけど、でまたあのヒカルゲームス、あれサブちゃんの方でサザエとすげえ重大発表いっぱいやってましたけどね、うん、ふるさと納税にもね、関わっていくっていうことで、YouTuber でふるさと納税、まあ東海オンエアはねやってますけど、まあ、そう考えるとやっぱ強いな、やっぱ行政と組めるっていう強みが強いっすよね。やっぱその企業案件とかって言ってもね、大手の企業案件って言ったらね、それは大きい話っていう風になってきますけど、やっぱ行政案件ってなってくるとまたちょっと一つ意味が違ってきますからね、うん、すごく先が見通せる。めっちゃ近くで、この時間ない自己戦でいいや、もうたっぷり食べましたね。ご飯代を2杯も食べたんで、焼肉行ってきたんですよね。そうそうそう、あっ、ゴチになりましてね、まあまあまあ買ってきたんでお礼ということで奢っていただいたんで、いや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 悪いねと思いながら、あたりか、あ今は、ああ、朝入りなんで、眠気覚ましには、ガツンとくる感じじゃないですからね、うまいですけどね、やっぱこれはうめ、うん、話したらあれだな。でそう、週26のところで大変だよねってところから、なんかふざっとのでであれどうのこうのみたいな話をしとって、なんでそんな話になって、そう、まあ長いことやって、ね、年齢がどうのこうのな、そう、言うて、結局、改めてね、その、ふて思うと、ある程度時代の先取り的なことをやってたのはやってたんだよ、うちっていうね、話をね、してたんですよね。2009年にその40分超えのね、トーク中心で、バックをね、2ボックスっすよ、2ボックス。2ボックス開封するだけで動画にして40分かけてね、剥いたやつ、もう一枚一枚ね、コモンカードから、もう、ガツガツ、ネタにしてってっていう、話して話してっていうね、もうほぼほぼ雑談でしたもんね。うん。うん、ね、まさに今、YouTube で結構主流になったのって、あの形じゃないですか。うん。
で、うちは今その形から、今度逆に短め、5分10分ぐらいのね、刻んだやつにしてってますし、多分今後は1分以内のショーツ増えるんじゃないかなと思います。ってのはやっぱ傾向を見てると、うちあからさまに短い動画の方が伸びがいいんですよね。長い動画だとやっぱ一人喋りってのは大きいと思います。なかなか維持率がつかないで、どうしても再生がね伸びないよっていうところからあったりするんで、短い動画でトントンとね行く、動画にしてた方がいいのかなという感じはします。まあもしくは解説で、ちゃんとした徹底解説みたいなのをね、もうやりたいんですけど、あの資料の本当に準備が間に合わない。資料を準備する、本来普段だったら資料を準備する時間でいろいろね、ちょっと会社の、資料作成とかね、そっちの方がザッ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 と入るんでね、なかなかそういった、デスクワークもね、そのサステルの方のねデスクワークがなかなか進まないんでね、ちょっとやってみたいな、解析してみたいなっていうのはあるんですけど、ね、調べたりする時間がなかなか、ずっと取れてないんで、まあとりあえずニコ動のその週25本投稿、これが落ち着くまではちょっと難しいのかなっていうところですね。結局あれがどうしても時間取られますしね、というか、まあ、力を今入れどころなんでね。で、報告動画で多分上げてると思いますけどね、これより先に上げてるのかな、報告、っていうことで、ね、まあ、収益のね、ところ、ニコ動とかがね、ちょっと入ってきましたよっていうんで、8月分のやつね、あの、アップル、ああいうのを忘れてましたけど、8月とね、9月と、ですから、6月と7月の分か、6月分が、7月12日集計が入って、8月の1日に入ってね、7月分が、9月の1日に入ってってことで、言っていいのかどうかね、わからないでね、出しちゃおうっていう感じでやってると思いますけどね。どっちが先になってるのかな、もうこっちの方でもちらっと言っとくと、合計で3000ちょいか、3500ぐらいだったかな、っていうことなんで、まあまあ入りましたよね。最初1400の次2000とかだったかな、うちの再生数でもそんだけいただけるんだっていうのはね、非常にありがたいですし、その本当に多分最初ね10円っていうのをねネタにしてましたけど、まあでも100円200円とかでねあれかなって、本当にジュース買えるかなぐらいかなっていう風なね、感じで思っとったら、まあ多少足しにはなりますからね。で、その仕事しながらやってる系の人からしてみたらね、十分ありがたい金額になってきますよね。まあ専業としてやるっていうのを、前提に置くと絶望しかないかもしれませんけどね。だからそのあたりはやっぱニコニコっていうのは、あくまでも、仕事をしながらね、趣味でやったのを、まあ、ちょっとお小遣いに変えれますよっていう、感じのコンセプトでやっていくのがいいのかなっていう感じはしますね。まあ、だから顔出しも少ないんだと思います。2013年とかね、それぐらいでも顔出しでやるって言ったらね、ちょっといろいろとリスクがあるよっていう感じでしたからね。まあまあうちみたいにこんな、問答無用で顔を出すっていうのは、まあ当時もう学生じゃなかったっていうのと、当時正社員じゃなかったっていうのは大きいと思いますけどね。まあそれはそれはそうだよね。普通のだから当時中学生高校生だったって、まあ中学生でね、出して中学生で集まって出してたんで、6名フィッシャーズとかそれだけがそうなのか、ね、っていうのもあったりしますけど、今の時にはやっぱ学生だとなかなか顔出ししにくいだろうし、